こんにちは、おまです。はい、今回はももの双子のお姉ちゃんに来てもらってます。どうぞ。イエーイ。自己紹介お願いします。はい、はるです。イエーイ。まあ、実は全然お姉ちゃんとかでは全くなくて、編集部さんがインスタグラムでももに似てる子を見つけて呼んでくださいました。どうですか、似てますか？マジ似てる。似てますよね。もも似てると思います。似てません？イエーイ。プリだって余計なんか似てますよね。マジ似てる。本当に見つけた瞬間マジびっくりしたよね。編集部会議でちょっと話題になるぐらい似てたんでお呼びしちゃいました。イエーイ。イエーイ、ありがとうございます。はい、ということで今ももが双子メイクをした後のお顔なんですけど、今からその様子を見てもらいたいと思います。どうぞ。せーの、じゃらーん。かわいい。え、すっぴんどうですか、似てますか？でもも似てると思ったんだけど。え、本当ですか？似てないですか？え、いや、わかんない。いや、なんか申し訳ないけど。鼻の感じは似てるかも。ああ、確かに。え、なんか顔がちっちゃい。ってことで、じゃあ早速モモのメイクをしていきたいと思います。え、カラコンってしてますか？今。はい、今します。あ、じゃあそのままで二重は作ってもらってる状態ですか？はい、了解です。ファンデから行きたいんですけど、え、お肌とか大丈夫ですか？モモ使って。はい、全然大丈夫です。はい、まずはシーンのやつとパフを使って塗ってもらいたいと思います。はい、お願いします。下地塗らなくていい？あ、確かにあるよ、うち。あ、いや、でも全然大丈夫です。いけます。本当に？はい、肌強い？はい、全然大丈夫です。あ、もうと一緒だ。もういつも下地塗らない。やめてみたら別に変わんなかったからやめた。めっちゃカバー力強くない？めっちゃカバー力やばい。何もないよ。ドラ。これめっちゃおすすめ。何もない。え、でも普段メイクもそれぐらい違うんじゃないですか？そうですね。結構プラメの使ってます。ですよね。はい。やるか。でも人見知りなんだよな。自分も結構人見知りで。そうですね。はい。え、なんかヒサロとかって、はい、中なんとかレベルでいってる感じですか？いや、もうめちゃくちゃ焼きやすくて色も抜けにくいんで、はい、昨日たまたまヒサロ行ったぐらいで、その前が夏前とかなんでずっと行ってないです。2回ぐらい行けばもう大体周辺のやつよりは一番黒くなるんです。どれぐらいで行ってます？え、最近行けてなくて、夏前とかは週2とかぐらいですかね。こっから見た角度がももにたまに見えるの。嬉しい。嬉しい。え、めっちゃいい感じです。ファンデを塗り終わったので、次はパウダーでシェーディングと、あとマットに顔の通信をしていきたいと思います。ケイトのパウダーファンデーション、暗いやつ一番。これ適当に薬局で買った透明のパウダーなんですけど、サンナーのヘアナパデ職人ってやつらしいです。え、めっちゃお顔ちっちゃくないですか？いやー、全然。なんかお顔ちっちゃい。絶対に思うより。じゃあ質問してもいいですか？はい。普段何されてるんですか？普段はネイルの学校行きたくて、ネイルの勉強をちょっと独学でやったりしてます。独学？はい。え、それ自分でやってるんですか？はい、自分で。やばー、すごー。いつかやってほしいです。やりたいです、ぜひ。ももな気がしてきた。マイマスカラをします。マイマスカラはヘビーローテーションのやつです。これやってもらってもいいですか？はい、お願いします。最後にやっぱ目をやりたいので、ハイライトとチークも先にやっちゃいたいと思います。マックのエクストラデみたいなやつ。途中で諦めちゃった。結構ゴールド系のやつで黒い肌だと盛れます。え、普段ももに似てるって言われたことありますか？たまになんか言っていただける時はあります。え、もも TikTok とかやってますよね？はい、はい、ママだったか元カレだったかが見せてもらったことあるんですよ。 なんか TikTok おすすめ流れてきてももかと思ったみたいな。あるんですよ。で、え、待って、ももじゃんみたいなのを話したの覚えてるんですよ。ガチですか？なんか嫌じゃないですか、似てるんで。めっちゃ嬉しいです。めっちゃ好きで、ももちゃんとマジで好きで、よかった。憧れてたんで、ね、
ありがとうございます。いや、こちらこそもありがとうございます。よかった、じゃあ気兼ねなく言える嫌じゃないって言われました。めっちゃ嬉しい。プリクラを見たことあるんですよ。プリクラ TikTok とかの中載せてました。はい。あ、じゃあそれだ、絶対それだ。それ載せました。めっちゃお肌綺麗ですね。え、本当ですか。全然ケアとかは何もやってないんですけど。わ、もうないです。じゃあ次はアイシャドウ塗っていきたいと思います。アイシャドウはボビーブラウンのやつです。なんか目の感じもすごい似てる。似てますか。じゃあ次に涙袋の形を作っていきます。コンシーラーで。結構普段してるメイクも似てますよね。そうですね、もうなんか動画見て、もーまちゃんの見て。え、そうなんですか。はい、嬉しい。え、じゃあなんかやってきてもらった方が良かったじゃないですか。見たいよ。うん、見たかった。もうメイク途中の顔なんだけど、うん、じゃあ次につけまを自分でちょっとつけてもらいたいと思います。お願いします。いつも何使ってますか。いつもデコラティブアイラッシュの、はい、あのナンママちゃんが使ってた、はい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 、なんかめっちゃ束感あるやつ。え、もうあれ最近見つけれないんですよ。なんか売ってないんですよ。ですよね。アマゾンでも買えなくて、はい、え、本もアマゾンで買ったんですよ、最後の方まで。あれ漏れますよね。え、めっちゃ漏れます。あれしか使えないですね。ですよね。はい、本もあの超好き。めちゃめちゃ好きです。嬉しい。確かに。あ、多分エッグで一番最初に出た時にめっちゃ顔がタイプで、でもそこから嬉しい。ありがとうございます。照れて顔ブスになる。あ、完璧です。あ、ちょっともうちょっとなんかグッとグッとグッとお願いします。はい。似てる。わかる。次はアイラインを引きたいと思います。え、待って、どうしよう。やっぱ最初なんかちょっとなぞるっていうか、はい、埋める感じ。あ、でもいい感じです。はい。めっちゃもの。じゃあアイラインを描いてもらってる間に、今はこの下つけまを自分なりに切ったりとかいつもしてるんで、同じのを作りたいと思います。これはシーンで買ったやつです。普段下つけまつけますか。なんか似合わなくて、なんか描いてます。うん、似てる。確かに。てか鼻が一番似てると思うんだけど。ケイトのこの黒の茶色のところを使います。え、この涙袋自前ですか。え、あ、そうですそうです。すげえ、いいな。で、白のアイシャドウを影をぼかしながら涙袋を白くします。あ、え、いい感じできました。ほんと2年ぐらい前のモモアって感じです。確かに。え、小春ちゃんって彼氏とかいるんですか。あの、別れたばっかりで。あ、別れたんですか。はい、別れました。もういるんですかって聞いといてからあれなんですけど、はい、なんか知ってるんですよ。 TikTok で見たことあって。あ、彼氏がいたの。あ、そうです。別れたんですね。はい、別れちゃって同じだ。それもえ、超似てる。でもなんか上がちょっと薄い気がします。確かに上気持ち薄いです。え、めっちゃいい感じじゃないですか。うんうんうん。こっちがそっちだって。こっちのなんかキーンってなりますよね。そう、なんかピョンって。そうなの。直角に上がる。めっちゃそうなんだ。え、知らなかった。本当だ。え、完成ではないでしょうか。完成です。かなり、イエーイ。ってことで完成したんですけど、どうですか。え、めっちゃ可愛いし、なんか、はい、細かいとこまでちゃんとなんかモモアちゃんのメイクって感じ結構なりました。
イエーイ、よかった。マジ漏れてる、かわいい。途中から自分にメイクしてるみたいで、すごい変な感じがしてました。ここから見た角度とかが、やっぱ横の見る目とかがすごい似てて嬉しいです。なんか不思議な気持ちで、はい、ということでこの後実際に似てるか似てないかみんなに電話をかけたりとかして検証していきたいと思うんですけど、その動画は次回の動画をお楽しみにしててください。はい、ってことで今回の動画最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバイ。